ほら負けろ負けろ負けちまえ、今すぐやっちまえ、クッパボコボコにしてやれ。もう原型とどめないぐらいボコボコにしてしまえ。よし、よくやったというわけで、今回もね、マリオパーティー DS やっていくわけなんだけど、前回はね、ヨッシーにね、運ゲーで負けました。実力じゃ勝ってたのにね、ひどかった本当に。なので今回は私勝ちに行きます。ガチで勝とうぜ。もうガチで順番決めろよ。武蔵、武蔵なら私は9。まあ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 、順番最後の方がなんかね、得することあるかもしんない、みんな。なので私は今回4番でいきます。4番手のルイージ、舐めないでいただきたい。やばい、前回のパートから引き続き取ってるからさ、運がめっちゃ悪いのではないかと思ってる。最初の位置は、あ、最初は固定でそこっぽいな。前回もそこだったからね。上にだいぶ集結したのよ、前回。で、5コインで、またクッパが金でいっぱい集めるんすよ、ギャッ、あっあっあみたいなこと言ってきて、そのせい絶望しました。そのせい地獄を見ました、前回。いや、マジで、許せない、俺は。マジで、あいつが運決闘でね、スター2個かけたキティクスに、あれなんですよ。俺に運ゲーを挑んできまして、絶対勝てないだろう、運ゲーを挑んできたんですよ。もう許せない。俺はもう許せないっすよ、本当に。俺は自分が自分で許せないね、みんな。俺、よしお、てめえだよ、今回ライバルは。俺はお前がたとえビリでも俺にお前容赦しないからな。お前に対して容赦しないからな、マジで。マジで、決闘マス次第。2、一番むずいじゃん。6が一番簡単まであるよな、見やすいし。あのスロットね、でもつまりあれ、6で揃えれば60コインもらえるんでしょ。やばくない？おい、何やってんだ？あれか、アイテムショップ側に飛ばしたか。でもそれ意外とアイテムショップルート側に行けんのいいよな。で、俺より距離は離れた。問題は俺が何が出るかな。はい。低いの、低いの。まあまあまあ、俺はね、序盤で運が悪くても後半から巻き返す男。そしてヨッシーができ、つまり俺たちが勝ったも同然。うわ、チップルホッケーかよ、夜によって。初めて握る側やるわ。これはちょっと上下にしとこっか。そっちの方が分かりやすいよね。で、どうする？おい、おい、おい。悪い字？悪い先輩？悪い先輩？ちょ、これ、危ね。おい、お前だ！お前だ！たわけどもが、このたわけどもがよ。はい、オッケー。めっちゃ遅いな、いつ弾道。めっちゃ、危ない！当たりませんよ、龍馬くん。危ないですよ、龍馬くん。危ないですね。実に危ない。オッケーオッケーオッケー。ほら、危ない、危ないです、ユキボーイ、危ないです、危ないです。ほい、オッケー。お前には勝たせない、絶対にお前には勝たせない。俺はもう今ね、復讐に燃える男、ルイージでございます。さあ行こうぜ、もうあいつに金渡さないで行こうぜ。いや、クッパがな、ただビリのね、やつに当てる恩恵がでかいのよな。6、うーん、ドンマイとしか言いようがないな。悪い人たちには優しくする、正直ね。まあ俺に運ゲーを挑んできたやつは正直俺の敵だが。え、誰？おい、ヨッシーにあげるのか。お前優しいな、お前、お前優しいな。全然悪じゃないじゃん、全然悪、イージーじゃないじゃん、悪じゃないじゃん、もう全然。いずれあれが決闘マスに変わるからね、地獄を見ることになるよ。うわ、いやらしい。俺が行くであろう場所に仕掛けたな、あいつ。俺から金10個奪う気だぞ、あいつ。性格が見えてますよ、本当に。仲良し3人組とかいうのは嘘だったかもしんない。1スター奪います。お前だけマス目手に入れすぎでは。じゃあ俺は4を出したらアウトと。俺4番手がそういえば今回。やばいね、4番手やだな。1。あいつ前回で運使い果たしたんじゃねえのか。それありえるな。さあ俺ターン行きましょうか。あー、ポーン !9 でかい、オッケー。4。あー、4か。4、4。あー、4むずいのよなー。ここ、いやー、6かー。これ完全運なのか。なんか割と目押しのタイミング毎回頑張って押してる感はあるんだけどさー。あ、スターもらえるね。じゃあもらっとこう。3、2、はい、1でスターもらえまーす。20コイン。まず1スター目。まあ、決闘じゃ間違いなく狙われますが、運ゲー以外だったらある程度は勝てる。あとはマグマでデンジャラス以外だったら。そっちね、オッケー。ナイス。いいね。場所的にいいね。で、アイテムでダブサイとか買っつつ向かうか。でもあいつは金多いのよな。おい、また1対1のデメート共闘がいいだろう。波乗りアヒルボート、逃げろ、シュッポ。うわ、逃げるシュッポ、逃げる側初めて。これ逃げる側なんかあんの？追いかけてるシュッポから逃げます。同じルートになってしまった。指定されたボタンを連打してスピードアップ。なるほど。前回が、全員が同じルートにならないルートを選びましょう。同じルートになってしまった指定されたボタンを連打して逃げましょう。なるほどね。
指定されたボタンっていうと、なるほど、つまりこれで両手で両手連打になるそうだな。まあとりあえず右行きます。おぶねえよ、よかった。バカタレだなお前ら全員こっち来るとか。じゃあ俺左行くからね。俺左行くから、お前ら右任せたぞ。お前ら左行けよ。いやお前ら右行けよ。お前ら右行けよ、絶対だからな。おい、お前らも仲良しじゃん。じゃあこのまま次右行く、次みんなで右行こっか、次みんなで右行く、次みんなで右行くの見せかけて左行きます。私左行きます。裏切り、裏切り、あマジかよ。これ何ボタン連打、何ボタン連打とかしてないの。ええ、なんで、あ、そうか、負け、あれか、負け格になったからか。負け格になったから連打がもうないのか。悲しい悪い字。で、悪い字は、まあ、とりあえず順調に進んできたね。ごめん、全然みんな喋ってなかったわ、今。悪い字があまり暇なターンだったからね。ダブサイか。まあ、こいつは金持ってるからな。いや、でっけな。なんで俺が出すときは普通にでっけえ数出せんのよ。おかしいもんね。え、これは、サイサイ買ったね。まあ、サイサイ買うよな。俺も買うわ。誰だって買う、俺もそうする。で5432で、これ決闘、いやこれまだ仲良しますだな。ということはコインが一番少ない俺なのではと見せかけてヨッシーなんだろうな。でしょうね。これスター持ってる人にはくれないからかね。コンピューター金くれないからね。普通にふざけてるから。いずれスター1枚差しかねえのにさ、普通に俺にあれだからね、くれないからね。コインどんな時でもほんとくれない気がする。え、これゾロ目揃うんだろ、こいつ。4出すんじゃねえの。5だった。あぶね。これ50、40コイン多分もらえるからね、4だったら。で、ミラクルスターマス。出た。スターがいっぱいもらえるってやつか。これむしろ踏むのありだよな、敵とはいえ。仕掛けたら。じゃあいきますか。10コインマス。これ、そのヨッシーが仕掛けたら、ヨッシーからもらえるとかなんかな。ヨッシーがもらえるとかありそうだな。じゃあ踏みたくねえな。じゃあいきますか。おい、6、いいね。3で2、2ね。で、アイテムショップ入って、まあ、サイサイ1個ぐらい買っとくか。サイサイ、いや、サイサイ買っとくか。横取りはいい気がすんな、まだ。正直、ここ、あんま、あれだよね。なんだろう。あれ、あんま使えなくない？スタード感。スタード感あんまな気がする。俺、危なかったな、意外と。で、こっち行って、3コインもらって、サイサイの分をなくす。で、ミニゲーム。4。OK、いいね。玉乗りレースか、合わせてカードか。ぴょんぴょんレースでした。ぴょんぴょんレースってなんだっけ。あー、これか、指導にボタン押したやつね。オッケーオッケーオッケー。これ下画面の方がいいんだっけ。 ABABAB オッケーオッケー。いきましょうか。 AB、 あ違う、 BA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 BXXAXABXABXABYYBBXABXXABXAYXXAYY。 いや、かなり今回序盤で遅れたわ。かなり今回序盤で遅れた。でも前より早いな。ちょっと本気で言ったからね。ま、金はもらっときて、損はないよね。てん。で、悪い字ターンね。次のラスト5ターンが来るから、んこいつ10個奪われるな。横取り袋。サイコロサイコロ。なるほど、今時金を使うというコンターン。で、10個奪われるぞ。あー、奪われましたね。奪われちゃいましたね。待って、デイジーに、あ、じゃあ、これ俺が仕掛けたやつか。あ、これ俺が仕掛けたやつだわ。ありがとう。俺が仕掛けたやつだったわ。デイジーが仕掛けたもんだとなんか思い込んでたわ。まあ、ダブサイに確実にたどり着くよな。11が出ない限りはね。11で出すとか、あ、え？いや、なんだよ。お前動画下手だな。お前動画作るの下手だな、こいつ。こいつめっちゃ下手ぞ、みんな。いや、しかも嫌な場所で撮られたな。俺ちょっと戻るの大変だぞ。同じような場所に来ないかな。うわ、一番俺が嫌な、一番喉から手が欲しい位置。喉から手が出るほど欲しい位置なんだけど。で、21。まあ、これちょっと俺ダブサイ使っていくしかねえから、1マス戻れるとかねえかな。これヨッシーがさすがに行くんじゃねえの。では、ミナコロスターマス。これえぐいよな。1から3個もらえるやつ。1。やばい、デイジーにも普通に取られる可能性が全然出てきた。まずいな。てか、お前らマス目踏みすぎ。運が悪い。レッツプレイ！じゃあ行きますか。俺のターンですね。ダブサイ使うか。ダブサイ使わなくてもいいか、まだ。まだ使わなくてもいい気がするな。普通に行こっか。のんびり行こうぜ。8マス。リッチスターバイマス。5、4、3、2。出たー！これスタールート行かない？ルイージー。幸運だからな。クッパザイ真っ白なのだ！行かないか、今回行かなかったか。でもダブサイがあるからね。
つまり5以上出せばいいわけでしょ、あそこで。あれ何なんだろう、あのハテナ。あれクッパのあれなんかな。クッパのなんかなんだろうな。うわ、これかよ、これ苦手なのよな。じゃあ行きますか。オッケーで、からの、こうして。いいよ、で、からの、はい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 、はい、オッケー。え、繋がってなかった今。オッケー。え、なんで、じゃあこっちの四角の方。は、ちょっと待って。え、ちょっと待って。え、ちょ、反応悪すぎない？オッケー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 。いや、これちょっと無理だわ、みんな。これ無理だわ。反応が悪すぎない。反応悪すぎない。ちょ、待ってよ。あ、ちょ、待って、これ。あー、ダメだわ。これ反応悪いのよな。あれさ、だってちゃんとしっかり変えたくない俺。何がダメだったの、むしろ。で、次が残りラスト5ターンのやつか。で、ダブサイで、まあ、お前ダブサイ使っても取れるだろうが。1危なかったな。使っといてよかったね。え、あ、金がねえのかお前。1スター奪います。今ここら辺で使ってもって感じがすんな。で、俺はなんか、お前も来んの、お前もクッパゾーン来んの、スターゾーン行くとかある、あるかな。あ、行かなかったわ。いらっしゃい。あー、クッパゾーンでたどり着いてしまいました。絶望だな、なんか。なんなんだろうね。あれ、かなり絶望的な状況っぽいな。で、5。うわ、5は揃いやすいぞ。うわ !50 コインってこと、これ。マジかよ。なんでみんなそんな運がいいの？みんな運良すぎじゃね？あいつ金もあるし、スターも持ってんだぜ。10個言えばそれ仕掛けたくもなるよな、ヨッシーだって。9。でかいが、いけるこれ。あ、ギリたどり着いたか。着いたっぽいね。いいね、いいね。20コインでスターゲット。で、とりあえずこれでヨッシーもスター1スターのレベルについてきたって感じ。で、次のスターは、次のスターの位置によってはクソ。おー。まあまあまあ、デイジーは一周してこなきゃいけない。2人と一緒にコインあげよう。もう悪い字だろうな、さすがに。さすがにこれは悪い字だろうな。ちょ、悪い字かわいそうだもんな。な、次でも、クッパの施し受けるしな、悪い字は。で、次俺のターンだろう。まあ、ここはちょっとダブサイ使っていきますか。普通にサイサイ使っていきましょうか。いきます。はい、5。はい、OK。とりあえず、ここから抜き出した。8、7、6で、5、4、3、2で、ちょっとアイテムなんか買っていくか。アイテムショップなんか買っていくのありだな。全然横取り使う。いや、だったらサイサイの方がいいか。まだなんかアイテムショップ良くないね。後半じゃないから。もう一回サイサイ買っとこう。2個はサイサイ買っとこう。これで OK。バイトですってわけで。いやー、ちょっとでもデイジーは、ヨッシーが近いけど金はねえな。ミニゲームにさえ勝たせなきゃいける気はする。で、次は何？くるくるさくらんぼーね、OK。やっていきますか。いきます。うわー、パン。どうよ、それでも前よりは。あ、152だって。だいぶ飛んだんじゃない？だいぶ飛んだね、前に比べると。前132だったもんね。いい感じだね、152。こいつらの今強さあれかな、強いぐらいなんかな、コンピューターの。多分それぐらい強さあるよな、飛んでる距離結構伸びてるし。ただデイジーがまずい。レッツプレイ。さあ、ラスト5ターン。まあ別にこれは悪い字のやつなんで、まあ飛ばしてもいい気がすんな。悪い字どうせなんかまた1スタープレゼントとかなんじゃないの。悪い字何？悪い字がビリだと？ケンタは若いがいいことしてやる。さあ、ルーレット止めろ。何がもらえるかな、100スタープレゼント。いや、ずれたな、絶対。20コインゲットにずれたな、強制的に。まあ、よかったね、金もらえて。まあ一番少なかったもんね、金。俺取っとけよ。おいー。お前の感謝忘れず無駄遣いしろよ。悪い字ターンね。これ悪い字、これで急にさ、ターン数めっちゃ短くしねえかな。これデイジーから奪うべきだろ。オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。いいね。いいね。しかも1スター奪います。これは強いよ。今スター持ちが多いからね。正直悪い字ちょっと応援したくなってくるな。同じ悪い字族として。で、7ね。あ、無事脱出できたようでよかった。うん、金失ったね。無駄遣いしろよとは言ったけど、無駄遣いしたね、一瞬で。うわ、こいつ。で、ここら辺デイジーともうあっち、あそこのルート取りたくねえな。地獄だな。スタート感か。サイコロサイコロサイコロ。横取り袋。めっちゃ奪うな。コイン交換まず捨てた。スタート感か。いや、これ俺、
いやーこれはちょっとスターのやつ強いな。あいつ金の、あ、お前誰に剣が売る気、俺か、俺に剣が売る気か、お前、おいおいお前上等じゃねえすか。コイン半分、なるほど、じゃあお前の30コインもらえることもあるってことだよな。さっき問題決闘は何か、ただでペンシだったら勝ち。掃除機エスケープか、まだ分かってない未知数。とりあえず逃げましょう。掃除機エスケープ、これ下画面共有じゃなくてこれだよね、上画面とあれだよね。いきますか、こっち側行って、下画面あれか、上画面で把握しての、オッケーいいぞ、こっち側行っての、ここら辺走りの指定のこっちだ、オッケーオッケー。危ねえ、あれ飛ぶのか、あれ飛ぶんだね。こっち行っての、俺こっち行くぜ、俺こっち行く、あいつと一緒にいたくはない。これこっち行っての、ほっこっち、危ねえ、あ、ちょっと待ってる、ルイージ頑張って、危ねえ、オッケーオッケーオッケー。こっち行って、オッケーいいよ、めっちゃむずいなこれ、めっちゃむずいな、なんだ、え、危ねえ、おーっと、あ、マジ、え、何今の、手紙吸い込まれんの、手紙、それ初見で知らない。マジかよ、マジかよ、あいつの、俺、あいつくっそ金めっちゃ奪ってきた俺から。いや、それ吸い込まれんの知らなかったよ、吸い込まれんだ、マジかよ、吸い込まれんの初耳だった、ごめん、全く思って知らんかった今の。あ、ミラクルスターマス出た、お前作詞だな、よし、だがしかしやばいな、やばい、競合が多すぎる、やばいな、どうしたもんかな、めっちゃ運が悪いのはいつものことだが、行くしかないよな、もうダブサイで行きます。んとん9、うーんとん、オッケー、一つの最後でこと足りる現象やめてくんねえかな。あー、どうしよっか、上行くしかねえよな、とりあえず上行くか。1234、ちょ待って、いや5だから決闘か、ちょうど俺これ、まあ、とりあえず55ね、5、うわーい、今の若干不正されてませんでした、今俺が押したタイミングとあれだってなんか違くなかった、若干決闘いける圏内には行ったけど、いややだなこれ、どっちみちデイジーに行かれるもんな。フラフラバギーです、ペアで揃えてか、ペアで揃えて、よしと、うーん、なんかあんまよろしくなくない、運が。まあ、とりあえず覚えましょうカード、おいとよし、青ね、でここはオッケー、雲、ここはなんだ、キノコ、オッケー、うわあいつら揃えやがった、卵、ここ、あ、めあちメットメットの、オッケー、メットで、俺メットやった、お前そこやってくれ、ここやってファイヤーね、ファイヤーここにあったな、オッケー、あ違う、ファイヤーそこか、ちょっと待って、クソ、ここにあって、ちょっと待って、これやばい、ファイヤー、オッケー、ここ叩く、オッケー、でこれ雲やって、雲やってたか、雲やってくれる、雲やってくれるとありがない、雲ここだ、オッケー、で雲やってくれ、ナイス、ま、今の間に合わないの、間に合わないの今の、ちょっと待って、雲雲、よしよし雲、よし雲、ここはちょっとキノコ叩いといて、よし、ちょっとここ危ない、あーちょっと待って、よし遅い、よし、お前くそ危ねえ、ここちょっとここオッケーで、ここちょっと叩き出ます、オッケー、危なかった、でこれちょっと、おあーくそ危ねえ、ちょっと待って、これあーもう全然連携取れなかったヨッシーに託したけど全然あっち側ヒップドロップしてくんない、タイミング全部互角じゃなかった今やばいな、なのにお前1位なのやだな、なんか俺を蹴落とそうしてない、あいつやばいな、絶対だってこれたどり着かれるもんね、デイジーに、うわ決闘、これデイジーだろう、絶対デイジーに行くべきだって、え、あヨッシーか、今あいつスターがいっぱい、いや金じゃん、お前金の亡者だな今、悪いじ、めっちゃ今悪いじ、金の亡者だな、いや今とこなんか俺決闘で来るやつがあんま初見のやつが多すぎてさ、食べさい、取りくるさい、そうかこいつ金あるもんな、いやーちょっと待って、これ無理じゃねえかまたこれ運に見放されてない俺、いやでもまだ分からん、まだラスト3ターンあるからな、いやただラスト3ターンで結果変わるかと言われたら微妙なとこでもあるな、あいつ金の額がえぐいからな、決闘止まることに祈るしかねえな、次のスターの位置は、おっ、いやでもこれこいつ一周できないか、あ、できないできない、ギリできないわ、えヨッシーか、ヨッシーに決闘か、マジかよこいつ、金かよ、ヨッシー失うもんなんもねえじゃん、いやお前ただ単に自分のコイン返ってきただけだぞそれで、ヨッシーターンならヨッシーは後ろだから絶対たどり着けない、
スター奪います、起き上がった。あっち側に置いたのね、オッケーオッケー、覚えた。1、1。俺は確実にこれスターゲットできるけどって感じだな。決闘マス止まりでえな。一応ダブサイ使っとこっか。何が止まるか分かんない。あっぶね、使っといてよかったー。よかったっすね、使っといて、ほんとにこれは。で、これスター交換。うん、で、とりあえず2スターになって並びやした。並びやしたな。あと何マスって書いてあった、俺。で、次のスターは下か。悪意地ユーグルートだな。悪意地ユーグルートだから543で、アイテムショップに入りますか。これ入っとこうか。でも買えるもんがねえなー。別に一回買わなくても。マイザーしちゃったーって感じだけど。で、これ2で、だったら赤マス止まりに行くか。で、こっちスター1個奪われるやつだもんね。いや、ちょっと相性悪いな。だったらこっちであれ、大砲で飛ぶのもありな気がしてきた。これ3個奪おう。奪おうじゃない、奪われよう。オッケーで、パタパタコインキャッチと来てくれると嬉しいかなーなんて思ってたり、思わなかったり。ダメ。行くぞ、悪いじ。行くぞ。で、こっち。ちょっと寄る。何やってんの、何やってんの、若干何やってんのよ。たまになんか悪いし変な挙動するよね。あそこで突っかかるのやめてよ。で、ここら辺でちょっと俺こっち行くの。こっち行くの。あ、ごめん。今回はちょっとあれだったわ。あいつら早くね、あいつら早すぎね。あ、じゃあこれこっちか。あ、ごめん。ミスった。あー、もうこれダメだ。一応待って。なんかコンペンダー前回より強くなってね。なんでこいつら、ついになんか強くなってやがんだけど。なんだこいつら。正直これ、決闘マス止まりてえな。1スター奪われるだったらね、絶対あれだもんな。サイコロサイコロサイコロ。まあそうだよ。悪いじゃん。絶対それゲットしてスターごとか。横取り奪いって欲しいけど、いや、金ねえんだよな、マジ今。俺最悪すぎな、今いるルート。勝てる気がしないんだけど、正直なとこ。決闘マス次第かなって感じがするよね。次のスターの位置はどこ？え？俺の目の前。金があるやつが目の前にいるんだけど。違う、あいつスターマス持って、スターとか持ってんじゃん。1スター奪います。で、お前が仕掛けたやつだからダメージなしと。いや、やべえな。あいつに金奪われたのがずるいわ。てか、あの掃除機奪われんのかよ、最後、手紙の部分。あそこゴールかと思ったよね。そしたらまさかのさ、吸い込まれて終わりとは思わないじゃん。あれはちょっと覚えとこう。今回の教訓で覚えとこう。やばいな、こいつ。金まだまだ余裕あるもんな。よこせや。渋谷区大型デパートよこせよだよ、ほんとに。次どこ？これはスターマス俺仕掛けよっか。スターマス仕掛けよ。スター1、1つ奪う。それにかけるしかねえな。2スター奪う。なんでお前がそれゲットできんのよ。これ順位に反映されるもんなんじゃないの、こういうのって。全然反映されないじゃんね。ただ今スター1マス仕掛ければ、可能性あるもんな。4。4。で、これ少なかったな。横取りか。まあ、スター同感とか持ってる悪い字のもんなんで、再。スター買えねえぞ、でもそれやると。大丈夫か？え、こっち来んの？金がねえからか。じゃあ俺ここ1つスター奪うやつ仕掛けようか。1つスター奪うやつを。え、これ、自分がいるルートしか仕掛けられないの？マジかよ、それちょっと不便。何そのシステム。で、はい、9。7で、2スター奪います。7、6、5。5ってなんだ？え、1、2、3、4、5。いや、よくないな。で、1、2、3、4。いや、どっちみちだな。どっちみち微妙臭くない？何これ、6だったらよかったのに。だったらこっち行くか。こっち行こう。こっちで金もらっとこう。2スター奪います。仕掛けたいところだけど、いや、デイジーがマジ厄介すぎる。夫婦ロソクだったら勝ち。勝ちました。さあ、私の本領発揮といきましょうか、皆さん。じゃあ、私ちょっと声遠くなるかもね。ごめんね。行くよ。はぁー、はぁー、オッケー。はぁー、オッケー。スピードが速いぜ。はぁー、オッケー。まだまだ行くよ。まぁー、オッケー、たどり着いた、勝ち。ふん、遅かったな。私の勝ちでございます。声量で俺に勝てると思うな。で、これ悪い字、スタート感とか使うか。スタート感使うよね。で、問題はこのスターの次の場所変わり次第によっては、デイジーがやばい。デイジーがちょっとやばいよね。おいねー。で、で、あいつも2個目か。問題は次の場所。後ろ！
俺のヨッシーが一番近い。でもヨッシーも金ねえ。8。マジでデイジーに喧嘩をらないとだな。ニカ一番無理じゃん。ミヤ、惜しいね。惜しいね、今の。しかも今なんか10って書いてあった、下に。見た感じ10って書いてあったよね。つまりあれなんじゃない、あれ。1それよ100コインもらえるんじゃないの、あれ。ありそうじゃない。え、誰がアイテム呼ばんの、ヨッシーから。え、もったいね。え、な、何をしてんの。これ、ニスター奪いますどっかに仕掛けるか、みんな。ありだな。ニスターマスどっかに仕掛けるか。1。うわー、惜しい。ここら辺に仕掛けとけば。美味しかったのにね。で、次、ヨッシーターラスト2ターンだろう。横取りこれ奪い返すのか、もしかして、デイジーから。奪い合いが発生してる。はははは。いや、帰ってきた。何してんだ、お前ら。何してんの、ずっと。お前らずっと何してん。1スター奪いますね。あ、そっち行くんだ。金ないもんね。で、ショップでなんか買うの。もったいなくない。次買ってもスターもらえないよ、それ。大丈夫？あ、いらっしゃーい、いらっしゃーい。これでいいぞ。やっとスターの数は並んだ。あと、あのスターをどっちが奪えるかが鍵を握る。で、スターゲット。1スター奪いました。で、俺ここ2スター奪いますを仕掛ける。2スター奪いますを仕掛ける。ここで、そうだな、どこら辺に仕掛けるか。2スター奪います仕掛けるとしたらどこだろう。ここは選べるんだ。あのルブン起点以外は選べるんだ。そうだ、だとしたらここに仕掛けとく。ここに仕掛けとくのありな気がする。いや、どうだろう、ここに仕掛けとくのありか。一回仕掛けとこう、ここら辺に。で、これで、はい、4か。あんま良くねえな。アイテムショップ再々ぐらい買うのありか。再々ぐらい買うのありかもな。10、さすがに再々な気がすんな。再々買っといて、買い物続けますか。いいえ。で、前田さっさーってなって、これ残り俺何マスだ。4、3か。こっち行くしかねえな。で、ここにうちあれね、金があるぐらいで15コインになった。で、4人形ミニゲーム、これでどうだろう。ゼンマイですか。どうだろう、これ難しいんだよな、結構。じゃあ行きますか。これ難しいのよね、マジで。障害物避けてけっつってるけど、かなりむずいよな。オッケー。これで回ってこっち行きます。しての、で、これすぐ回す、すぐ回す。オッケー。で、こっち行きます。で、これ当たれんの、ここ。オッケーオッケー、ここ当たれんな。だったらこれ、すごい。オッケー。ちょっとこっち側行って、オッケー、いいよいいよ。こっち側行くので、ゼンマイ3回回し、おー、オッケー。で、これこっち行きます。で、ここで5、もう突っ走れ。オッケー、危なかった。オッケーオッケー、これで金ゲットできた。つまりこれで俺はスターは圏内で、あいつら金がない、買えない。これいけるんじゃないか、俺のダブサイの最後の運によるな。で、もうアイテム買えない。そして、あいつはスターを奪いますしかない。つまり確実にあのマスには届かない。で、お前はまあサイコロ回せるけど金がない。なんだそれ、やけくそか。めっちゃやけくそじゃん。どうした、急に。どうした、急に。本当にそっち行くんだ。ああ、決闘マスか。4、3。クッパゾーン行くの、自らなしてスターを奪われる危険性があれ感じた。ああ、何をしてんだあいつは。ザ・デイジースタート。スター1マスター奪うやつ仕掛けた。4って何もなかったよな。いや、4か。4はあまり良くないな。俺と同じますか。金を堅実に稼いでるな。いや、これでマジダブサイによるな、俺の運の。お前もダブサイ使う。4。うえ。危なかった。でも10コインだもんね。10コインには語りねえから、よかったよかったよかった。でも、どっちみち届かねえだろ、これ。でも結構意外とこれあれなんじゃないか。俺でもたどり着けるぞ。3、2。あー、そっち側に仕掛けとけばよかったね、俺のやつ。2スター奪います。このダブサイに全て決まる。いきます。ちょ、目つぶるわ。見ねえ。はい。はい。何が ?13 で1回勝った、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 勝った。これ、勝ち確。これ、勝ち確よ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。素晴らしい。序盤の幸運。やっぱ俺幸運。やっぱ後半で運を使う男なんですよ、皆さん。
いやーにしても接戦で、次のスターの位置はどこ、目の前にあるけど取れないね、ごめんね、目の前にあるけど取れねえわ。6、5、4で、これちょっと待って、ね、これ大丈夫だよね、4、3、うん、別に平気だね。で、2位で、こっちが赤松踏もう。金を失おう。オッケーオッケーオッケー。あっちはスター1個奪うんで。そうした場合、デイジー負ける。そして1対3。お前ら全員を蹴散らして俺の勝ちとさせてもらいましょう。回してジューシーハム1人側ね。タッチペンでハムを回す。ジュージュー焼かれてるハムをタッチペンで回して、ハムの上に乗ってる3人を落としましょう。ハムの回転方向を変えたり、回転を止めたりして3人を惑わしましょう。コンピューターに惑わしなんて聞く？まあ、とりあえずめっちゃ回してみるか。めっちゃ回してみよっか。とりあえずめっちゃ回すわ。はい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 はで、獲得したものスポットライト、うん、スポットライトだけ。お、あ、もう前回と違う。ガッハッハッハ、ルイージ、貴様が戦うというのだな。ではミニミニの杖をクランドはさらに小さくしてやる。なに、豆マリオ以上に小さく。うほーうほうほう、肉よこせ、うほう、オラのほう、うわー、え、あ、ミニミニの杖が、うほうほうほう、うほう、バキあかーん、耳の杖が壊れちゃったではないか。もうつまり元に戻ると、お、いつみいつみいつみ、杖壊されたのでマリオたちは元の大きさに戻りました。え、ガッハッハ、耳の杖がなくともまだ秘密兵器があるのだ。何それ、その名はハイパー変身バット、これで決着をつけてやる。いや、急なバンダイ、プレミアムバンダイかなこれ。スーパースタールイージが代表してクッパ戦います。あ、頑張ります。お、ルイージがスーパースター、スーパースタールイージがクッパ戦います。いや、いいよいいよ、前回見たよこれ、前回さ、今日の冒頭で見たよ、一応載せとく。4つのスターが力に加わった、イエークッパ様のポーズ一番なんか迫力ないもんね。よくやってやるぞみたいなポーズだもんね。で、ブロックに変身したクッパの攻撃を受けながら、金色のクッパブロックに攻撃。あれ、AB でキックもできるのね。で、クッパはブロックの形をいろいろと変えてくる。その形ごとに攻撃が違うんで注意しよう。3形態あるってことが。で、雷移動で LR で、ハテナを見るでクッパを見るのね。ハテナじゃない。X ボタンでクッパを見るのね。雷移動結構厄介なのよな、このゲーム。で、ハイパー変身ブライトってのは、我が家の開発したグレートな秘密兵器。グレートですよ、こいつは。ハイパー変身ブライトの力、面白いのだ！ガッハッハッハー！よいしょー！ブロックに変身するって書いてあったけど、どういう形なの？クッパ型なのかな？はぁ！おー！演出凝ってんね。え？いや。いや、おぉ！弱そうになったね。ブロックになった。クッパを倒すには弱点を狙うしかありません、ね。その弱点は金色のクッパブロックです。クッパブロックの大きい指でパンチをキックで攻撃しましょう。それではルイージさん、力抜け頑張ってください。ちょっとまず様子見よっか。まず様子見で。まず様子見しましょうか。まず様子見で。なるほど、普通にまあ、じゃあなんかこんな感じでね、ウォーファイヤーまで出してくるのね。なるほど、なるほど。まあ別にカメラワークじゃそこまで変わり映えはない感じ。ああ、別にファイヤーを出して、おー、なになになに、近づくと燃える的な感じかな。多分そうだろうね。多分近づくと燃えるから熱いよみたいな感じだろうね。これクッパ一応見とく。クッパ近づくとなんかある。お、なんか倒れてる。じゃあ、当たってる。おら。あー、なんかでも赤く光った。なるほど、なるほど。そんな感じね。オッケーオッケー。じゃあクッパを見ましょうか。X の方が視点見やすいね。上からだからね。で、これで、なるほど。意外とパンチの判定は意外と狭かったな。オッケーオッケー。でもこんな感じでやれば1ライフ削れんのか。ぬるいな。ボス戦はやっぱぬるそうだね。で、おお、出た。めっちゃファイヤーね。でもあんま近づかなければ平気だからね。で、回転が止まるのね。ふらついてクッパさん酔ったんだろうな。クッパさん酔ってるよね、これ。クッパさん酔ってんね、絶対。で、あ、ちょっとパンチ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 。オッケー。おー、なになになに、地面から出た。いや、これ携帯変わったのか。技とか、なんか、おー、めっちゃ、おー。何これ、これどうすればいいんだ。殴れる隙があるのか。なるほど、必ずファイヤー出すのね。で、こっち側でファイヤー。待ってね、だったらこれでこっち側来てもらった方がいいか。こっち側来てもらって、ほいほいほい、おいて、マジか、今当たるか。おら、
もう一発必要か。あぶねえ。なるほどなるほど、あんな感じなんだね。オッケーオッケーオッケー。じゃああんまりファイヤーを出してから殴った方がいいんかな。ファイヤー出てから殴った方が良さそうだね。じゃあこっち側に来てくれる。でファイヤー出してから殴る。オッケー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 。なるほどね。まあ分かりやすいね。で次、なにこれ、ヘビ、ヘビ、なんだ、殴るタイミングなくねと思ったんだが、そうでも、あ、これ殴るんじゃね、おろおろおろ、あ、痛い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 、おろおろおろ、あ、待って待って待って、なるほど、まだちょっとファイヤー出すのね。ファイヤーちょっと出すのね。もうこれご両親勝てんじゃね、もう赤いぞあいつ、もうあいつ顔赤いぞ。でこれファイヤー、おら痛い、あ、いや結構食らうな。え、マジか、今のダメ、今のダメなの。あいつがファイヤー出してからやっぱ殴った方がいいか、そっちの方が安全策かもね。一回ファイヤー出してから、オッケーからの、ほいほいほい、あ、え、まさかこれで終わり？あ、ああ、無理っす。ええー、潰された！クッパー！死んだ！そんな、そこまでしたくなかったのに。いや、弱っ。ライフ3からだけど、ほぼご利用しのダメージ。いやー、ほんとおまけ程度ね。捕まってるじゃん、大丈夫？悔しい！そりゃそうだろうな。ああ、最後のあれじゃん、音のかけら。しまった、おかげの光ピースが。これ合わさると何ができんの？めっちゃすごい PS2 ぐらいの画質だな。光るピースがすべて集まりました。すべて一体何が起こるのでしょう？形めっちゃバラバラだけど。合うのこれ。あ、合うんだね。いや、結構無理やり感あるね。ああ、でも一つの形になったらめっちゃ色気持ち悪いな。こういうおもちゃ。ありそうだもんね。なんで？なんで DS になった？俺たちのこれ、なんと三角パズルが遊べるようになりました。何それ、三角パズルってなんじゃ。くそ、お前らがピースを持っていたとはな。光るピースを全部集めれば楽しいゲームが手に入る。それこそがクッパ城に伝わる言い伝えだったのだ。じゃあこれクッパのもんじゃ。じゃあ最初から言えば渡したのにね、クッパ城に伝わる言い伝えだったのに、それクッパ一族のものでしょ、渡した方がいいんじゃないの。ゲームを独り占めしたかったのに悔しいのだ。可愛いな理由ん、なんだ、我が無所にゲームで遊ぼうというのか。いえ、ねね、可愛いな理由。顔可愛いな、クッパ。しかも許してくれんだ。うん、仕方ないのだ、捕まるようなら遊んでやるぞ。なにこのハッピーエンド、めっちゃ一人よりみんな遊んだ方がゲーム楽しい。こうしてルイジたちは仲良くずっと遊び続けるでした。いや、めっちゃ平和だな。仲良しだ。ごちそうもちゃんと食ってんじゃん。お前らが食ったんかい。おお、おしまい、終わった。まあ、というわけでね、終わりましたね、ストーリー。これストーリー終わったら、なんか追加要素は三角パズルだけ。お、うわ、おー、ルイージ。さっそうと。ゲームディレクター。めっちゃ走るじゃん、ルイージ。まあ、というわけで、ストーリーはこれでやっと完全クリアですね。いやー、難かった。主に、あれだけど、マップのやつが難しかったけど、これなんか、あれなんかな、解放されるのかな？三角パズルだけ解放。そんなしょぼいことある？まあ、とりあえずちょっとあんまエンディング別にまだ喋ることないから、ちょっと飛ばしていきます。いや、みんな、下髪見える？この並び順何？普通ルイージの隣マリオなんじゃないの？なぜワリオ？別に戦った面々でもないしね。なんか最後に戦った、ピンボールで戦ったメンツって集まりだったら、なんならヨッシーは左側にいるのはわかるよ。一番強敵だったのはヨッシーだったかな。あいつね、毎回俺を任すのはあいつだった気がするもんね。ワリオは1回俺を任して、で、左側のヨッシーは2回俺を任してるからね。いや、マジでね、ヨッシーは強かったね、スペシャルサンクス。すごいな。多いね、スペシャルサンクス。オール、ニンテンダー。いや、にしてもマジでコンピューター、まあまあな強さだったな。でも強いのかな、あれ。強さはどうなんだろうね、どれぐらいだったんだろう。まあ、わかんねえけど、まあ、まだまだできるモードは、パーティーモードあるんで、17日まで私はマリオパーティー DS やってっす。マリオパーティージャンボリーに続きたいね。でね、見た、前回からパートがずっとめっちゃ喋ってんじゃん。でさ、大抵このさ、俺さ、スゴロッケさ、大抵カットしてないんだけどさ、カットしてる、いや、カットはしてる、編集はしてる。あれ、なんか、その、パート数分けてないんだけどさ、1本の動画で30分ぐらい撮るじゃん。そのせいでさ、それを2本撮りしてるわけで、ほぼ1時間なわけじゃん。めっちゃ喉ガサガサしてる。
めっちゃ喉ガサガサしてます今だし。いやーマジでね、もうだから1日2本撮りが限界なんだよね、正直なとこ。こんだけ喋り続けるとはね、さすがにちょっと疲れますよ。生放送とかだったらね、ちょっと休み休み喋りゃいいんだけど、実況中はさすがに多喋りを俺途切れたくないからね。だからなるべく喋るように意識はしてんだよ。おい、最強、最強、達人より上なの？達人なんてもはや存在しない、最強なの？おー、ルイージのフィギュアだ、嬉しい、一番嬉しい。出た、クッパの変身ベルトだ、プレ版から発売ね。おー、ルイージのエンブレム、ルイージマスターだって、かっこいい。俺ルイージマスターだって、これから俺のことルイージマスターウルって呼んでください。まあ、というわけでじゃあ今回動画長めの44分という動画になってしまいましたが、まあ、ちょっとカット入って40分ぐらいになってる可能性あるが、まあ、あんまカットするシーンなかったと思うので多分結構長めの動画になってるかも。それじゃあ次回の最強 VS 最強となんかミニゲームで遊んでいきたいね。じゃあ次回最強と戦います。バイバイ。